アリシューザは、イギリス海軍の軽巡洋艦。アリシューザ級のネームシップ。チャタム像戦書にて1933年1月25日、寄港、1934年3月6日浸水し、1935年5月23日に、収益、地中海の第3巡洋艦戦隊に配属された。しかし、1940年の初めにアリシューザ及び、ペネロピは、 本国艦隊より呼び戻され、本国帰頭後は第二巡洋艦船隊を編成する。1940年4月にノルウェーのベーザー演習作戦に参加後、5月8日にノア艦区に配備され、華麗の防衛軍を支援した。1940年6月28日、ジブラルタルで新しく編成された H 部隊に加わり、1940年7月に、 メルセルケビール海戦に参加した。H 部隊にて、アリシューザは、大西洋及び地中海の紹介任務に就く。1941年5月、アリシューザは、アイスランドとフェロー諸島の海域で運用されていたが、7月に、地中海に戻り、マルタ船団を護衛及び、補給航路の維持に努めた。1941年12月、 露法天諸島の襲撃に参加した際に船体に損傷を負い、1942年4月までチャタムで修理及び補修を行った。その後、1942年6月に地中海に戻り、マルタの補給を主に支援する第15巡洋艦船隊に加わった。アリシュザは戦没することなく、第二次世界大戦の終戦を迎え、その後は除籍、解体された。 ありがとうございます。